おっしゃった。あれ？あれ？あ、すいません。なんか変なのをしちゃった。緊急 SOS みたいな。新興村なんだけれども、まあこれからですね。こんばんは。はい。インカメラ。なんか嫌なもの見ちゃったな。ここ入ってくると。新興村に入ってくるとすぐ公明党のポスターと、ここ案内板のところにはしっかり安倍晋三、まあ嫌なもの見ちゃいました。はい、着きました。新興村、キリストのお墓がある。今は神奈川沢、キリストのお墓はここか。で、神社はこのヘブライか。十和田湖、ピラミッド、四国温泉か。さっきは五戸から来ました。八戸、五戸町で、今はここと。で、これからキリストのお墓へ行って、どうすっかな。ここに泊まっちゃうか。今日は十和田湖、やっぱりなんか十和田湖を目指していて、で、十和田湖との間、まあ近くのところっていうので、この地、このところっていうのは本当、まあ農業、それをやるにまあ適しているっていうか、ちょっと谷合いの土のとこですね。平たいところっていうか、そういうところです。もう少し行くとちょっと町っぽくなるのか。土の匂いがする。それもネギとか、の匂いかな。だから結構、まあ自分たちが食べていくには十分、そんな感じですかね。そうですね、どんよりした天気です、今日は。まあでも暑くもなく寒くもないっていう感じですね。明日は雨か。向こう側になんか見えるな。いや、これからですね、今入ったばっかりの
これから見に行きますよ。はーい。よし。あ、そうそう。それとさっきは八戸にある、キリストの、上陸して宿泊した、ところですね。そこの、神社に行きました。だからそこの神社も田辺さんっていうのかね、その人が持っている神社で、かなりこう、家に行ったんですけど、大きなお城みたいな家でしたね。ガタガタという食べてないです。ここは雨は降ってませんね。本当自然豊かな土地ですね。さっきはだから八戸の博物館の人に、紹介されて、そのキリストの上陸した、八戸に上陸したっていうので、そこの神社、来ました。はい。じゃあこれからキリストのお墓向かいます。じゃあまたね。緑が綺麗そうですね。本当農業をちゃんと大切にしてるって感じですね、この土地の人たち。はい、そうですね。安全運転で行ってきます。あ、ウグイスも鳴いてんな。それじゃあまた。